アギアソフィア聖堂アギアソフィア聖堂はギリシャ共和国のテッサロニキにある聖教会の聖堂。東ローマ帝国の暗黒時代に建設された数、少ない教会堂の一つでギリシャではこの時代に建設されたもので唯一残る建築物である。テッサロニキのアギアソフィア聖堂の内観。貴重なイコンや壁画が多く残されている。アギアソフィアが どのように建設されたかは明確ではない。しかし、内陣にあるモザイクの碑文から、この教会堂は、女帝、エーレーネート・コンスタンティノス6世の共同統治時代である780年から797年の間に建設されたと考えられる。この時期、コンスタンティノス5世が行ったブルガリア帝国の遠征と直接攻撃によって、東ローマ帝国はバルカン半島から、 スラブ人の影響を排除しつつあった。783年にはバルカン半島のスラブ人に対する勝利を記念してコンスタンティノポリスで勝利の祝祭が開催されているのでアギアソフィアはこれを記念して建設されたのではないかと推察されている。アギアソフィア制度の平面アギアソフィアは円外式バシリカと呼ばれる形式の境界道であるが振動が浅いボルトで十字型になっているため クロスドームバーシリカ、あるいは単に、クロスドーム型とも呼ばれる。壁鉱は2メートルに達し、窓が少ない。また、ドームを支える支柱と、アーチ中央に設けられた角柱によって、典型的なバシリカよりも、速廊と振動が、はっきりと分断されており、内部空間としては、少なくとも、他の円外式バシリカよりも集中性の高いものとなっている。使われている円柱は、 5世紀と6世紀に作られた転用材である。この聖堂の工事は全体としてはあまり出来の良いものとは言えないが、おそらく中央直轄の建設工事であったので、当時の東ローマ帝国の低下した思考技術を図ることができる。この聖堂は第22回役を会議によって否定されたとはいえ、製造破壊運動の影響が強かった頃に建設されたもので、 創建当時にはアプスに十字架などのモザイクしか描かれていなかったらしい。後に、製造破壊運動が完全に収束し、東ローマ帝国の国力が回復すると、いくつかのモザイクが追加された。オスマン帝国の時代には、モスクとして利用されていたため、モザイクは漆喰によって塗りつぶされていたが、今日、その漆喰は剥がされている。ありがとうございます。